アーサー・ダブはアメリカの中小系の画家。中小絵画を描いた最初期の画家。アルフレッド・スティー・グリッツのサポートも受け、1912年には291ギャラリーで中小絵画作品による古典を開く。その作品はヨーロッパにおける中小絵画の源泉となっているキュビスム、表現主義のいずれの影響もあまり受けておらず、アメリカ独自の一種土着性の強い、 アメリカの土地や自然に根ざした抽象絵画と言える。その意味では描き写す対象が全くない、ぜ。対象というタイプの抽象絵画ではなく、また外見的にはカラフルで有機的なフォルムの多いカンディンスキーの一部の作品との類似性も伺われる。1996年埼玉県立近代美術館で開催された アメリカンモダンの騎士たちフィリップスコレクションによるスティーグリッツ、オキーフ、マリン、ハートリー、ダブにおいて紹介されているが、日本での大規模な個展はまだ開催されていない。ありがとうございます。